はい、今現場に来てます。結局お花の現場って市場から新しい花を仕入れてきて、でそのまんまねこうお花を持って出て行って現場で生けるみたいなことが多いんですね。そうすると例えば、まあ、現場が花を生けられる現場だったらいいんですけれども、こう例えばこう会社のね受付とかだと来客者とかがいらっしゃるんで、そこでこうお花を生けてるっていうのはこうありえないですよね。そうなった場合に結構車の中でね、車の中を作業スペースにして花を生けるということが多いんですね。結構そういう場合、僕はこうハイエースを使ってるんですけど、まあ、ハイエースとかね、いろんなそういうワンボックスカーですね、は有効なアイテムになってくるんですけれども、じゃあその中でね実際にどういうふうに花を生けてるかとかね、を今日はねこれ実践編ですね。よくあるこの花フローリストとかねフラワーアーティストとかの実践編として皆さんに、今日は臨場感ある現場というかをお見せしたいと思います。それではねどこまでこうお花が車の中で生けられるかじっくりご覧ください。どうぞ。Thank you.